すごい !61 点も取れた。館長、今週すごく頑張ってたね。お給料、相当もらえた？ここなら見晴らしがいい。観測点としてふさわしいな。見つけた。距離は7400ヤード。目標は現在、都市中心の軌道塔下層のガーデンにいる。立社の監視は任せたわ。安心しろ。お前は早くフクロウと合流するがいい。はあ、律者の能力ってもんは便利だな。行きましょう。行動開始。渡りガラスが律者の位置を捕捉したわ。そっちの準備は？ああ、シュ。行きましょう。行きましょう。強風よ、私に服従しなさい。行動開始。耐えられないなら戻っても構わない、うん、これ以上前に進めば気温はより低くなる。一般人が耐えられるものじゃないわ。装置を渡して。律者は私。なるほど。気遣い感謝する。しかし心配ない。あなたが思うほど俺は弱くないからな。それは。俺の体は 74% が機械に改造されている。服はあくまでか。ヨルムンガンドがあなたをそんな風にしたの。俺がそうしてほしいと頼んだんだ。俺はあなたたちのように、生まれながらにして崩壊に抵抗できる精魂を持っていなかった。どういう意味？2年前、俺は崩壊に遭遇した。
かろうじて生き残れたが、元の体はひどい損傷を受けた。ヨルムンガンドで自分を治療する方法を探したが、探せば探すほど結局俺は元の体を捨てるしかなかった。機械の力があれば、少なくとも元の体より長生きできる。これがヨルムンガンドのために戦う理由。おかしいだろ？生きるためなら何もおかしくないわ。ありがとう。俺もそうだと思ってるよ。これからサンゴ島軌道エレベーターの施設範囲に入ると思う。リツ社は未だ沈黙したままだ。活動する。計画通りに動くわよ。私はリツ社を迎撃する。罠の設置は10分ほどかかる。完了した後、座標をそちらに送ろう。それから、黄泉の杖の発動時間はかなり短い。わかった。では行動開始。行きましょう。Shit!
行きます。吠えなさい、栗から。ライデン・メイ、罠の設置が完了した。座標地点に着いたわ。分かった。リツ社の袋、今。袋、これは黄泉の爪。メイ、何があった？誰だ？フクロウ、この野郎。これで障害は片付いたな。ん？この通信は？ユルムンガンダの皆さん、不朽なる刃所属のバルキリー、アルビトルです。隊長の命令に従い、天命の調査情報を皆さんにお伝えします。デュランダルの命令？続けてください。どんな情報ですか？はい。今データを送っています。これは？調査の結果によると、こちらのアナというバルキリーこそが、今回の放火。天命のバルキリーが？私たちも驚いてますが、事実はそのようです。アナ・シャニアテ、一年前、雪連小隊の隊長として、サンゴ島に彼女は崩壊が発生した後、リツ社になりました。通信記録を見ると、アナは他のバルキリーを殺した後、現場。だから、彼女は自分を。それから、リツ社誕生能力はまだ明らかにされていませんが、第五リツ社のコードネームはしばらく、氷のリツ。氷のリツ社の力だが、私たち。それは、皆さんはもうリツ社と接触したということですね。ええ。一時的に交戦しましたが、逃げられました。そっちの言った通り、リツ社は鋭い氷を作れるし、爆発によって発生する寒波にもかなりの破壊力があった。でも、こちらで何とかするさ。わかりました。
いただいた情報を隊長に報告します。ご協力に感謝します。気にするな。今後そういう機会はまだまだ増えるだろうからな。はい。皆さんの健闘を祈ります。顔を変えるのが早いな。ビジネススマイルだ。何せ今は盟友だからな。行くわよ。誰が律者であろうと、今回の危機を早く解決しないと。その通りだ。時間はそうないみたいだ。面白いものは。私が片付けます。ついてきてください。弱すぎです。殴れるものなら殴ってごらん。ここまでです。本物のヒーローは苦しみを経験しないと。艦長の命に従おう。しばらく出撃を。私が片付けます。
弱すぎる。まあ、ここまでです。正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。任務クリア。次の場所に行きますよ。早く返事を。行きましょう。行動開始。私に服従しなさい。一刀両断。何があったの？フクロウが裏切った。フクロウが？どうして？わからない。だが奴は神の鍵も奴に奪われた。認証がないから定格出力は使えない。あなたは大丈夫なの？正直あまり良くはないな。私のことはいい、自分で何とかする。お前は。わかったわ。あなたも気をつけて。私はリツシャを追撃する。メイ、あと一つ悪い知らせだ。ユランダルがお前の方に向かってる。私の番ですね。ついてきてください。かすり傷です。リランデル、ライデン・メイさん、まだ戦えますか？もちろんです。ではついてきてください。もう時間はありません。急ぎましょう。